基本的にはこう日本で作品を作ってるんですけれども、やっぱそれがこう自分の知らない人たちに、こう知らない場所にと、行ったことない場所にこう届いてるってやっぱりすごい嬉しいことだし、今後もこうそうやってこう作品がね、南米の方にも届くようにこう頑張っていければいいなと思っております。アニメがやっぱりね、こう言葉に頼らずこう分かりやすいってビジュアルのコミュニケーションなので、まあそれこう楽しんでもらってるとやっぱすごい嬉しいですよね。自分たちとやっぱり感動するポイントとかが一緒ってことですからね。なんかそこで共感できるのはやっぱ嬉しいことだと思いますね。そうですね。どれもやっぱりこう大変さは種類が違うっていうか、こう全部がそれぞれが、その例えば VR だったら、まさに今やってる VR だったら、こう前例のない大変さもあるし、いろいろ大変さ違うっていうところはあります。でも大変さとそれが楽しさって割と表裏一体な部分もあるので、なんかそれはなんだろう、こうなかなか比べることができないし、それがある種こう醍醐味だったりもするので、例えば VR だと誰もやったことがないから新規性があって、やっぱすごいワクワクするし楽しかったりするし、監督だったら逆にその人をまとめる大変さはありますけど、一方でその人を、いろんな自分にできないこととか書けないものとか作れないものとかいっぱいあって、音楽とかもそうですし、なんかそれで組み合わせて作っていくことで、いろんな意見とかプロデューサーの意見とかクリエイトの意見とかお客さんの意見とか取りまとめて自分のフィルムにしていくっていうのもやっぱ楽しかったりするし、まあやっぱそれによって大変さも楽しさもすごい共存してるなと思います。いろんなパターンがあると思っていて、そのオリジナルアニメでもやっぱりこう完全にもうこういうエンディングにしたいっていう風な作り方にして、そこから逆算的にこう話を作っていくタイプの人もいるし、先の展開がわからんはを決めずにどんどん展開していくパターンもあるし、結構そのオリジナル自分が原作であっても、結構そのタイプによるっていうか、結構それによってこうその人の作るスタイルによってだいぶ違うことが多いですね。で、漫画原作とかだったら原作者の先生から聞いてることもあるし、原作者の先生も決めてないこともあるし、またそれはまたどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういうもう作り方がの自分のスタイルとか得意なところに合わせてもやっぱあるのかなと思います。で、どっちもいいとこ悪いとこ、それぞれの良さがあるのでメリットがあって、オチから逆算しなくて作る場合、すごい作品がバーって大きく広がっていって、その代わりこう収集しきれないけど、それがまた着地しきれるかどうかっていうハラハラ感があって面白いっていうところもあるし、オチで逆から逆算するとすごい綺麗なまとまり方もする、一方でこう展開読みやすいっていうか、お客さんが想像しやすいっていうので裏切りにくいっていうのもあるので、宮崎駿監督が前者で、割と細田監督が後者だったりするんですけど、割とそういうどっちを選んだらいいかっていうのも、その作品のやっぱ物語の性質とか、それにどう寄り添うかっていうところがやっぱ大きいですよね。